いやもうちょっと胸を誇張しすぎだって。超テーマニン3 超テーマニン3チェストバスターなんか刺さってるけど超テーマニン3もうわけがわからないよ。もうどこがすごいパワーアップしてんだよ。チチーチチおーやばもう何もうこれほらオテレータさんおめえ心臓に何刺さってんだもうでかすぎるって超テーマにすりそこも3になんなくていいからやべえよやべえよチェストバスターもう心臓貫いてるやんいやーもう調教してるってタクヤさんいやもうでかすぎだろボディに対して胸がでかすぎるだろ上半身に対して下半身が貧弱すぎるだろそしてどちらももはやさあいいバトルすんだってお前らいいバトル繰り広げるなってさあ決めた超テーマにスーパーテーマニン3スーパーテーマニン3決めたって何なんだよこのバトルさあ拓也さんが打ち上げるがテーマニン3悟空父父がでかすぎる転がっていく悟空にあるまじきもっさりローリングなんだよなダークソウル2かと思ったわダークソウル2のもっさりローリングかと思ったよこれさあ踏んでいく調教していくタクヤさんの調教決まっていくもう実質ジャンプバトルじゃないがもうジャンプじゃないが久保隊とはジャンプじゃないってタクヤさんなんだってさあ連撃決めていく走って距離を詰めてくるさあドアップ助からない連撃を放っていくうわー超わーめちゃくちゃローリングして位置を入れ替えていきます必殺技拓也さんに潰されたあ何かが壊れてさあローリング決めてさあ拓也さんの無知が炸裂してもう何なんだよこのバトルあーリバーサルエッジ刺さったさあどうなるのどっちが取る拓也さんの無知が決められてめちゃくちゃいいバトルお見合い状態からの拓也さんが決めたー貫いて貫いていくマジかよ拓也さんの方が強いんすねもう格ゲー張りのいい勝負すんなってお前らありがとうございました